はい、こんにちは。今回ですね、マイナンバーカード。皆さん、2万円もらって作ってますか ?2 万円欲しさにマイナンバーカードを作っちゃうと大変なことになるというね、利用規約の話です。ご覧いただいているように、3条、4条、11条、24条がかなり危険なところなんでピックアップしてきました。利用規約。え自己責任で利用し、デジタル庁にいかなる責任も負担させない。 デジタル庁が半ば強制的に作らせている割にはデジタル庁は結果責任を負わないということらしいですで4条なんですけども内閣総理大臣に対して次の事項について同意したとみなすということでマイナンバーカードを作っただけで内閣総理大臣の決定に全て同意したというふうに解釈されるそうですだから法的拘束力をね持つわけですけども総理大臣の気分と胸さんずんで マイナンバーカードの利用者っていうのは、まあ、そのね、直径の部下になるってことなんでしょうかね。で、11条、なんと、金融機関に口座情報を紹介することについて同意したとみなすということで、これはやらないというふうに繰り返し言われてたんですけども、まあ、こういうふうに利用規約に書いてあるわけですよね。で、利用規約を読まなかった人が悪いということになるそうです。 金融機関に口座情報を紹介することについて同意したということなんで、えー、まあ、資産状況はやっぱりマイナンバーカードでバレバレになるということですね。おめでとうございます。えー、そして一番恐ろしいのが24条です。デジタル庁はいつでも利用規約を改定できるということなんで、これから利用規約が変更される恐れがあります。例えば資産の10%を出せとかね、相続税は100%だとかね、まあ、こんなこともあるわけですよ。で、デジタル庁は責任は負わないけれども、でも、 義務や責任は私たち国民に課してくるというね、まあ、なかなか面白いニュースでございました。